デリボーイは、トヨタ自動車が製造、販売をしていた自動車である。日本初の大衆クラスのウォークスルーバンと歌当時のトヨタオート店から発売された。すでに発売されていた、クイックデリバリーの縮小版といった趣きで、右側が、ヒンジドア、左側が、スライドドア、後部ドアが、観音開きのウォークスルーバンである。主に配送や、移動販売車などに使われた。 トランスミッションは、コラム5速 MT とコラム3速、4速 AT があった。エンジンは1500ガソリン 5K2 と2000ディーゼル2、C3 であり、駆動方式は FR のみで 4WD の設定はなかった。基本として、ライトエーストラックなど、1トン積み商用車の流用部品で構成されている。車体設計の一部と生産は荒子に託されていた。 業務用としての活躍はほとんど見られなくなったが製造中止から25年以上経った現在もトランスポーターや独特の雰囲気からかカスタムカーのベース車として人気があるグレードは乗車店員と内装の違いで2人乗りが201と2025人乗りに501と502があったパワーウィンドウは設定されていない助手席は折りたたみ式 後部座席は左右分割式で、左半分は側面に折りたたみ式を採用していた。過失の窓もグレードにより、有無がある。セミキャブオーバーのため、キャブオーバーよりも、必然的に、スペース効率が悪い、ドア枚数が少ない、助手席が失速すぎた等が、生産中止、販売不振の原因として挙げられる。ありがとうございます。